感染が発表されたのは20代から90代の男女18人で、全員が軽症か無症状です。このうち10人の感染経路が分かっていません。残りの8人はこれまでに分かっている感染者の接触者です。おととい感染が発表された50代の女性看護師が勤務する三原村デイサービスセンターでは、 70代から90代の女性利用者3人の感染が分かりました。他の利用者の12人と職員は検査中です。デイサービスは今月18日まで休止します。また、県警本部に勤務する30代男性警察官も感染が確認されました。この男性は、昨日感染が発表された室戸署の30代男性警察官と会食をしていました。 県内で1日に発表される感染者数が10人以上となるのは7日間連続です。現在入院しているのは116人で1人が重症、感染者の累計は281人となりました。午後5時から開かれた県の対策本部会議で浜田知事は感染拡大後、初となる決断を下しました。 県の対応の目安にあたりますステージを特別警戒、明ペから赤の段階に引き上げると県独自の対応の目安は5段階あるうち昨日までは警戒でしたが一段上の特別警戒に引き上げられました特別警戒の指標と実際の数を比べてみますと直近7日間の新規感染者数は 今日で116人、入院病床の占有率は50%、PCR 検査の陽性率が14.8%など、感染経路不明の割合以外、判断を超えています。また、県は今月16日まで、県民・事業者に対し、飲食店はガイドラインを遵守している店を選び、高齢者など重症化リスクの高い人は、 酒類を提供する飲食店への外出を控えること会食については人数は4人以下のグループで時間は2時間以内を求めています一方で経済活動と感染予防を両立させるため飲食店の営業時間短縮や県立施設などの休業までは踏み込まない方針も示しましたここ1週間 県民の皆さんにはご不便をおかけしますけれども、特に会食、飲食に関しまして、今まで以上に具体的に留意をしていただくということを強くお願いをいたしまして、私のメッセージとさせていただきます。